Connie's gone. What should we do? 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 Connie's gone. この gone っていうのは文法的に言うと動詞の go の過去分詞形で go went gone, go went gone ってこれ覚えるしかないですね。そして gone は他にも形容詞として使う時もあって去った、亡くなった、で死んだっていう意味の亡くなったなので Connie's gone。 ここではずっていうのは is なのかな、has なのかな、どっちなんだろうって悩むんですけども、これはどっちでも行っちゃったっていう意味なのでどっちでも大丈夫です。そして What should we do? What should we do? 私たちはどうするべき、どうしたらいいっていう意味なんですけども、 We、 エマは自分一人のことだと考えてないんですね。みんなでどうするっていう感じ。 What should we do? ただもし私たちが練習するんだったら What should I do? 私はどうしたらいいんだろう、どうするべきかなって練習してもいいと思います。あと英会話の途中でなんて言っていいか分かんなくなった時、言葉が出てこなくなった時に What should I say?なんて言ったらいいかっていう感じで使えますのでおすすめです。 What should I say? てんてんてんっていう感じで練習してみてください。